ったガールが行く突撃うまいった旅。それではスタート。皆さんこんばんは、うまいったガールのことみです。本日はうまいった旅やっていきたいと思います。今回紹介するお店はですね、みそのにありますこちらのお店、餃子のお店パンダさんです。こちらの店、とても老舗なお店となっておりまして、創業当時からですね、あります三色餃子っていうのがとても人気みたいでして、今ね、インスタ映えするととてもね、人気な商品となっております。そしてですね、最近お店の店主さんがですね、息子さんに受け継がれたみたいで、そちらの息子さんなんですが、和洋中すべてをね、修行したそうでして、新たにね、受け継いでから新しいメニューもたくさんあるそうなんですよ。それではね、早速中に入っていろいろ注文していきたいと思います。それではレッツ馬旅。はい、ということでお店の方にお話を聞いていきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのお店のおすすめメニューってどんなメニューになりますか？まあ、一番のおすすめは焼きもいいんですけど、はい、やっぱフライド餃子が結構珍しいんで、はい、一番おすすめ、はい、フライド餃子初めて聞いたんですけど、どんな餃子になりますか？そうですね、まあ、揚げてるんですけど、はい、あの小学校の時の給食の揚げ餃子とはちょっと違って、はい、周りにこうパン粉で衣をつけて揚げてるんで、食感的にはなんか、なんていうんですかね、カキフライみたいな感じですかね。で、ソースで食べてもらうんで、はい、ちょっと変わった変わり種なんです。あと私ちょっと調べてすごい印象的だったのが、三色餃子っていうのがあったんですけど、はい、色がすごい綺麗ですよね。そうです色はそうですね、まあ、それもなんか白だけじゃつまんねえだろうっていう感じで、はい、それを選んで考えたみたいですね。なんかね、味って違うんですか？はい、白いのはニンニク味と生姜味なんですけど、はい、赤いのがシソ、ピンク色なんです。はい、で黄色いのがバターコーン で緑色のがヨモギです。そして店内がちょっとリニューアルされたみたいな。しましたね。いつリニューアルされたの？去年の7月に一度閉めて、はい、で10月の12日にリニューアルオープンしました。宴会とかもできるんですか？そうですね、奥、まあ、テーブルをつければ、はい、まあ、詰めれば20人だったいいですけど、15名ぐらいだったら余裕で座れるので、はい、いいですね、餃子を食べる宴会とかですね。まあそういうメニューもね、はい、もう考えていこうかなとは思ってます。はい、ということでね、店内はね、お店の名前の通りね、もうパンダのね、人形がね、たくさんあるんですよ。餃子のお店って書いてはありますけど、本当にね、メニューがめちゃくちゃ豊富で、ドリンクもね、言ったらね、いろんなね、ドリンクを作ってくれるみたいなんですよ。そして、なんといってもこの、ね、カウンター席ですごい味がある感じがね、とても良くて、レトロっていうんですかね、そういうね、味も残ってるようなね、感じでね、お昼もね、またね、これ来たらすごいね、違うのかなって思うんですけど、ぜひね、お昼も、お昼もね、来てみたいですね。お昼はですね、3時までランチやってるそうなんですよね。それでは早速注文していきたいと思います。すみません、お願いします。カレーもあるんですね。そうです、カレーはもともとうちの父と母が玉ねぎとお肉だけです。カレーは結構もともと肉があるんです。これはお昼限定のメニュー？いや、夜もやる。あ、夜もあるんです。ちょっと乗せてないんですけど、はい、カレーもフライドもあるので、はい、あ、そうなんですね。あえて乗せなかった。あ、なるほど。じゃあ裏メニューじゃないですけど、そんな感じ。手羽元のトマト煮込み一つと、三色餃子一つと、フライド餃子一つ、絶対おすすめって書いてある牛肉のステーキ、はい、あとカレーをお願いしていいですか？ビールを。はい、はい、ということで、ちょっとね、今回もたくさん頼んでしまったんですが、今日もね、いっぱい食べていきたいと思います。それではビールが到着いたしました。乾杯。もうね、キンキンに冷えてて最高です。もうね、これからね、餃子と一緒に飲むのが楽しみです。見てください、めちゃくちゃ美味しそう。もう見るからにカリッカリですね。おすすめはね、ソースで食べるのがおすすめみたいです。ではね、こちら、ソ
ソースで、もうやばい、めちゃくちゃカリカリ、結構しかも大きいですよ、一個一個は。ではソースでいただきたいと思います。ではいただきます。うまっ。わあ、うますぎる。もうね、中のね、あんがぎっしり。これもう何といってもこのカリカリ感がもう最高ですね。うん、外はカリカリで、中はもうぎっしりあんが詰まってるね。もうね、ビールと最高ですね。美味しい。なんかね、結構ね、揚げ餃子って多いんですけど、揚げ餃子とはね、また違うんですよね。この表面わかります？表面が全く揚げ餃子とは違うので、もう食感もね、全然違いますね。カレーが到着いたしました。めちゃくちゃいい匂いする。もうね、香りがめちゃくちゃいいですよ。うわ、美味しそう。もうね、玉ねぎがね、めちゃくちゃ入ってますね。ではいただきます。うん、うまっ。このね、多分玉ねぎの甘みなんですかね。スパイスの香りの後に本当にね、甘い味がね、口の中に広がりますね。うまっ。それでは先ほど頼んだこちらのフライド餃子、こちらね、カレーと一緒に食べたら絶対美味しいのは分かってるんですが、一緒にいただきたいと思います。もう贅沢にたっぷりいきますよ。おいしそう。いただきます。うん、うまっ。いや、餃子とカレーってめちゃくちゃ合いますね。そしてね、このね、フライド餃子のこのね、カリカリ感、もうね、カレーとあったらもう最高。本当にね、カツカレーの餃子バージョンみたいな感じ。いや、この組み合わせはマジで最強ですね。うますぎる。そして、続いてこちら、三色餃子が到着いたしました。すごいですね、もうこれはインスタ映えですよ。これね、ピンクのがシソで、こちらがコーンマッタ、そしてヨモギですね。すごい。いただきます。うん、これはね、やっぱね、女性って梅とかシソ結構好きな方多いじゃないですか。さっぱり食べれるのね、女性にめちゃくちゃおすすめですね。ああ、本当にね、ちゃんとね、シソの香りがね、口の中でね、広がるので、なんかね、餃子のシソ味ってあんまり私食べたことないですけど、めちゃくちゃうまい。続いてこちら、コーンバター餃子です。ちょっと色が似てますけどいただきます。うん、見てください、コーンが中にいますよ。うまっ。続いてこちら、よもぎです。もうね、色がすごいですよね。うまっ。もうね、これ分かります？旨味がね、もう滴っちゃってますよ。いや、このね、よもぎの香りはまたいいですね。結構ね、餃子って私の中ではがっつりのイメージあると思うんですけど、やっぱりシソだったりよもぎってやっぱさっぱりしてるじゃないですか。ちょっとね、餃子の新しい感覚をまたなんか覚えましたね。あー、うまい。続いてこちら、手羽元のトマト煮です。めちゃくちゃ美味しそう。やばい、もうめちゃくちゃ柔らかいのが
うん、うまっ。もうね、まず手羽元はね、めちゃくちゃ柔らかい、ほろほろですね。うん、ね、このトマトの味付けもね、めっちゃ濃くはなくて、なんか優しい味ですね。いや、このトマトのね、程よい酸味もね、また最高です。うん、うまい。うん、うん、最高。塩コショウで味付いてますけど、はい、お好みで。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。めちゃくちゃ美味しそう。こちらがですね、玉ねぎがたっぷり入ったソースですね。で、こちらが塩ですね。それでは、こちらのステーキもいただきます。美味しそう。うん、うまっ。あっさりしてるお肉ですね。めちゃくちゃ食べやすい。うん、うん、ちょっとね、こちらのタレもつけていただきます。うん、うまっ。玉ねぎとめちゃくちゃ合いますね。はい、ありがとうございます。なんていう梅酒になりますか？ハマデイズンって言って、タイガー酒造っていうとこなんですけど、なんか結構珍しい日本酒仕込みなんで、僕はあんま全然聞いたことなくて、本当に美味しいと思います、これは。はい、こちらの梅酒いただきます。パンダが可愛いですね。あ、うまっ。なんで、ね、私日本酒好きなんで、いろんなね、日本酒飲んだことあるんですけど、結構ね、安めのね、梅酒ってガツンってね、アルコールがね、すごい脳にくる梅酒って多いんですけど、アルコールの伝わる感じがね、すごい柔らかいですね。塩でいただきたいと思います。うん、塩もね、さっぱり。なんかね、塩はね、やっぱ肉の旨味を楽しめる味付けですね。いや、このね、玉ねぎのね、タレがね、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ玉ねぎ入ってますよ。すごい。うわ、美味しそう。うまっ。ニンニクチップと一緒にね、お肉もいただきます。うん、うまっ。いや、このね、ニンニクの香りがもう最高ですね。うますぎる。うん、うん、最高。もうね、玉ねぎの香り、ニンニクの香り、もうね、これで一気に口の中広がりますね。マジでうまい。いただきたいと思います。うん、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで、もうね、どの商品もめちゃくちゃ美味しくて、ちょっとね、一見ね、中華料理専門店なのかなって思う感じなんですけど、そんなことは全くなくてですね、もうね、皆さんが好きなね、洋風の商品もめちゃくちゃありましたので、ぜひ皆さん
さん来てみてください。そしてなんといってもフライド餃子、もう、ね、めちゃくちゃ美味しくて、結構今っていろんな餃子ありますけど、もう、ね、新しい餃子、もう、ね、新感覚の餃子でもとっても美味しかったので、皆さんテイクアウトも、ね、ありますのでぜひ頼んでみてください。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お酒の種類もめっちゃ豊富です。